過ごし太陽の剣で愛の印を捧げよう燃えない GS の大ヒット曲でございますけどね、行ってみたんですけども、次が何でしたっけ？戻しました。マイクはここでから歌えるけどね、今日ね、関西のね、GS のバンドということで、まあ、関西というとね、タイガースが、ザ・タイガースが有名なんですけど、その、まあ、大体同じ時期で活躍してました。加賀哲也、リンド&リンダースというバンドみたいですよね。多分あまり知らないかもしれません。知らないです、まあ、タイガースの後ナンバー一番のナンバーワンのバンドで、その後がオックスさんが出たというね、なんですよね。その、リンダ&リンダース、一番売れました、銀の鎖という曲を言ってみたいと思います。Yeah.
フォーナイエースという昔バンドがいたんですが、あの有名なところではジョー山中さんが活躍したので、ちょ、僕らがジョー山中じゃないんですけど、この時は喋ってる間にいろいろ挑戦していただいて、まあ、フォーナイエース、もともとキングの GS なんですよね。デビューが星空を君に出たんですけども、その時、まあ、あの日本のリズム&ブルースシーンの大チームちゃんのルイ・タカハシさんがね、ボーカルを取ったんですけども、あのドラガーズさん帰っちゃったからちょっとそれ引き継いで買いましたね。ほんと80万円で、でしょ、で自分 DSR の選択だけしたので、あ、しますね。で、肝心の10月20日ここでやるのにその宣伝してないんですよ、この人。その宣伝してないの、でしょ。で、あ、10月20日ですね、あの、だから先ほどこの辺のドラムでわけわからんって言ったおっさん、ドラガーズさんがドラガーズさんがドラム、私がキーボードで、まあ、スーパーバンドがあるんですよね。そのバンドで10月20日になんか、あのね、こちらでやるんで、それを言ってほしかったんだけど、まあ、そ、何も言わなかったら本当聞いたんですよ。そしたら、あの CKCR のメンバーに悪いからあんまり知って、それ全然聞いてない、俺見に行きますよそういうふうに言ってましたけど、なんか言い訳してましたけど、僕ね、多分ね、本心ではそういうこと思ってないと思うんですけど、そんなわけで、あのなんか、マイクの調子もね、なんか一番の音響に近づいた感じなので、それではフォーナイエース、いいですか、はい、1、2、3枚目のシングル、2枚目、1、2、3、3枚目のシングルの B 面の曲です。涙が分かれるという Thank you.
シルビーフォックスを変えましてですね、何曲かリリースして、そのデビュー曲、風がさらった恋人で言うですね、ちょっと悲しいことに、まあ、レコード会社クラウン系のですね、まあ、独立したミノルフォンレコード、遠藤稔先生のね、レコード会社が出てしまったんですけど、出てしまったんですけど、遠藤稔先生が何曲か書き下ろしたんですけどね、まあ、第一曲は一番売れたのは GS じゃないんですけど、山本リンドさんが困っちゃうんですけどね、その次に売れたぐらいの曲なんですけどね、でも合計で2曲しか書いてないんで、その中の曲、シルビーフォックスで、何したっけ、風がさらった恋人という、非常にちょっと、今日ね、すみません、まあ、皆さん、うちのメンバーいろいろ歌ってるんですけど、ね、自分はちょっとやっぱりダメなんですし、変な、なんか曲が多くて、でもやっぱり、うちのバンドの常識はやっぱり、私とジロさん以外じゃないかという、まあ、それいいんですけどね、まあ、そんな感じで、まあ、それをうまいことね、ミックスして、まあ、ちょっとね、コアのところに行かないように皆さんが言ってますからいいです、まあ、今日ね病気になって帰りましょうね、風がさらった恋人シルビーフォックスです
次はですね、ゲートビーダイナミカの常識第5号が出ています、こちらにね、今日いらっしゃる非常にギターに合わせて、なんか今日は12弦ギターをやるんか、バースでもやるんか知らないですけどね。ちょっとわかんなくてごめんなさい。常識を歌います、ね、皆さん大好きビレッジシンガーズの曲でね、バレエロックも多分この10月20日にやるバンドがやりますからね、違う曲で一番ヒットしました。68年の春に大ヒットしましたね、甘色のあのレッドですね、はい。
川染五郎さんの曲を言ってみたいと思うんですけどね。まあ今の市川染五郎さんって昔のね、今誰なんだっけ、なんかいろいろ変わるからあの人ね、わかんないですけどね。あのラマンチャの曲は市川染五郎さんの野原作道という曲を言ってみたいと思います。野原さん一人 GS っていうね、まあ、それの典型的な方で荒木一郎さんという方がいらっしゃるんですよね。ね、青い星の光がどう、今日やんないですね。で、マックスもやんないですね。まあ、シーズン的にね、非常に今今はもう秋誰もいないよってね、やっぱり秋は多いですからね。すいません、それ一曲しかないですけど。ということで、荒木一郎さんで紅の渚です。
今度やっぱり一人 GS で言えばね、この方、加山さんしかいらっしゃらないということで、まあ、でも厳密に加山さんがね、GS の時代活躍したって時の曲っていうのは、夜空の星とかちょっと前ですからね、65年ですから、青い星を祝福の66年、ね、アルプスの若大将ですけど、ちょっとね、でこの曲はですね、なぜか若大将には使われてなくて、クレイジーの、ね、黄金作戦という曲に、使われてるんですけど、ね、加山さんもなんかなぜかクレイジーの映画に出てる。まあ、クレイジーの方がなかなかちょっとね、もう時代が変わってきて人気が昔のようにいかなかったので、加山さんを出してちょっと途方としてね、大ヒットを作ろうという映画を作ろうというか、かなりお金をかけて、ね、ラスベガスでロケしてすごいなんか見たり踊るようなシーンがあった映画なんですけどね、その中に なぜかこの曲が入っているという、ね、この前かなりヒットしました。67年の、ね、夏も夏とか6月ですね、やってました。加山雄三の、なんだろう、2人だけの海、お願いします。前回ね、やったとき、まあ、何の特集だったか分からないんですけども、結構サイケでしたが、ブルースの特集でしたから、なんかの特集をやったときに、タモさんだけちょっと違うね、聖子さんの曲をやったんですけど、今回もまたちょっと GS と毛色の違うやつで、なんか桃江さんとかやろうかなと思って聞いたら、いや、中山さんの曲っていうので、ミホリかと思って、ちょっと非常に違う中山さんらしくて、ね、後になんか、議員になられた中山さんらしいので、それではよろしいですかね、という中山さんの歌を歌います。
これがね、最後の曲になりました。ありがとうございます。今日打たせない方は、ゲルフィンの常識第4、あ、常識、常識ってこれ、いつも常識じゃないけど、今日は結構ね、皆さんのことを思ったに選曲がいい曲をね、選んでいただきました。私もちょっと反省しなければいけないセンターでございますか。いいですか。はい、今回非常に、ロックっぽい曲がね、GS ロックっぽい、さっきも言いましたコーナー ES と、あとダイナマイスもね、非常にロックっぽい。ボップスってね、はい、ボップスのすみません、ちょっと一番ビクター時代のボップスなんで、もう再現したいのボップスを、ボップス時代で通しましたけど、ビクターの時代そうなじゃなくてですね、はい、朝まで待てないとか、いいですか。
と一緒に。